皆さんこんばんは。女優小野由利の映画の話をしましょうよのお時間です。影踏み、2019年11月15日公開、篠原哲夫監督。さて、皆さんもう影踏みの名前は聞き慣れてきましたでしょうか。もうこのラジオでもですね、2度ほどお話をさせていただいておりますが、本日も影踏みのお話を引き続き篠原監督とさせていただきます。はい、どうもよろしくお願いいたします。さて、篠原哲夫監督、はい、影踏み公開おめでとうございます。今更ではございますが、改めて、はい、そうですね、いろいろな場所で、やってるので、東京はね、群馬県皮切りで11月8日から始まって、東京は11月15日からなんですけども、まあ、沖縄ですと、11月最初からやそうです、ね、15日からやってる、あのサザン、はい、サザンプレックスさんね、はい、そこはやってて、で宮古島の方のパニパニ、パニパニシネマ さんでは、来年のね、になってからって、公開される、伺ってたんで、まだまだこれからもね、見るチャンスがあって、山崎正義くんは実は沖縄が好き、宮古島が特に好きで、あ、そうなんですか。で、宮古島にですね、彼と一緒にやってるバンドの、ドラマーで江川源太さんっていう方が、今宮古島に在住されてるそうなんですよ。で、そうなんですね。まあ、それで源太さんの方から、山ちゃんにこうそういった今度やらしいじゃないかって連絡があったらしくてね。わー、嬉しいですね。そういうこともあるんでね、なんかこう彼は、結構そのライブも含めて、宮古島の方に行くことがあるというふうなことなんですね。宮古島の方のもう本当に特にお楽しみにしていてください。で、私もここで付け加えて言うとですね、宮古島で今まで2本映画を撮影してるんです。どれですか。1999年に公開されてるんですが、君のためにできることっていう、村山由佳さん原作の、物語なんですね。これが1本と、2004年に深呼吸の必要という映画をもう1本作りまして、それが2本目なんですよ。ですから結構宮古島には僕は結構縁があるなと思ってまして、沖縄はもっと言えばですね、他の映画でも、例えば欲望って映画では小浜島に、竹富島とか小浜島でも一部撮影しましたし、それからクリアネスって映画では石垣島と与那国島に行きましたし、そういう意味で言うと何本か沖縄絡みの作品をやっているんですよね。素晴らしいですね。で、で君のためにできることっていうのは、宮古城府を作っている、方々を取材しに行く、テレビのドキュメンタリーを撮ろうとしているクルー の、話なんです。で、録音技師をやってる男の子が、柏原隆史くんっていう俳優がやってて、その録音技師がこう音を取って宮古城府を作ってる音を取りながら、そのインタビュアーがインタビューしていくんですね。インタビュアーは川井子さんっていうバイオリニストの人が俳優をやってくれまして、その二人がだんだん恋に落ちていくっていうか、そういうような話を、君のためにできることって映画ではやったんです。で、深呼吸の必要はまた全然違って、サトウキビを買う、アルバイトの人たち、沖縄の離島ではサトウキビを2月3月の時期に一気にこう買うんですよね。そのぐらいの時期なんです。でそのぐらいの時期にこう、製糖工場にこう出荷するまでの35日間ぐらいのこう住み込みのアルバイトの人たちの話で、これには大森直くんとか、長澤まさみさんとか、カリナさんとか、谷原章介さんとか、そういう人たちが出てまして、結構濃厚ですね。結構これが面白かった、自分が撮影してて面白かったんですね。宮古島は一応舞台になってまして、宮古島の各地で撮影して、たまたまね、ちょっとその年に撮影の年に台風が、宮古島大きな台風が襲ったので、実を言うと本当にこれは本当はその沖縄のその離島設定で、当然その宮古でほとんど全部やる予定だったんですが、その畑だけがね、ちょっといろんな意味で決壊してしまったんで、畑はね、実は沖永良部島に移って、沖永良部で撮ったんですが、その他の家の設定だとか港だとか、
いろんな各地や、うん、あの畑以外の各地は全部宮古でね撮ったっていうことがありましたの で、はい、まあなんか僕にとってはもう10年以上前の出来事ですけど、とても、はい、思い出がありますね、はい、あでも台風本当に撮影で台風であったり自然災害があるとびっくりするほど大変じゃないですか、うん、撮影もそのまままた再開ということもできないですし、うん、新しいことを踏まえてであったりとか、はい、そういう話を聞くと本当に大変な業界だなと思いますが、楽しさもひとしおですよね、はいはい、うん、沖縄の映画館今ご案内しましたが、こちらぜひ足を運んでくださいね。さて掛け踏みなんですが、簡単にお話をご紹介、はい、いただけますか。ちょっとね内容的にやはりミステリー、ね、今日は、うん、はい、いいですよ、はい、私がするよりもお分かりやすいかなと、はいはい、そうですね、山崎正義くんが、うん、ね泥棒なんですけど、はい、のびしと言って、まあ、深夜にね、寝静まった家にこう忍び込んで金品を盗むという、 こう特殊な泥棒なんです、はい、空き巣というのは空いてるとこを狙うんですけど、はい、あえて住んでるとこを狙っている泥棒で、はい、やっぱそれなりにこう意味があるんですよね、はい、なんかやっぱりこうどっかこういう家だったらこう泥棒していいんじゃないかっていう、うん、やっぱりこう権力をかざして匂ってるような人からできるだけ取ろうとしている、うん、そういうこうちょっとこう反権力的な義賊のような、はい、ところを持ち備えた泥棒をやってます、はい、でまあその人は長年こう彼のことを目つけてる刑事がいるんですが、はい、その刑事になぜかこう竹原ピストルさんがやる刑事に捕まってしまうわけです、はい、で2年間こう服役した後に出所して、はい、なぜ自分は捕まったのかっていうことをそれから探り出すっていうのが物語の、うん、まあ、始まり で、 そ、 うです、ね、はい、そこに弟分の舎弟 の、 北村匠海君が演じる男が、はいはい、まあ、その捜索に関わってくるんですね、うん、で2人でこうちょっと、まあ、いろいろ捜査するようなことになって、そうですね、はい、で彼に出所後待ってる女性がいて、うん、それは小野真知子さんが演じてるんですけども、はい、小野真知子さんとまた再会して、うん、この二人はじゃあどういうふうになっていくのかっていうのが一つの話なんですよね、はいはい、まあ、ですから泥棒が出所後に自分の、うん、まあ要事件の自分がなぜ捕まったのかを知るために、うん、動き始めた、はい、でそこにはもう一つの事件が絡んでくるというのが、うん、まあ、もう一つミステリーとしてはありまして、はい、そこもまた一つの魅力だと思うんですよね。そこの話をしますと、はい、当初泥棒に入ったうちは県議会議員のうちだったんです、はいはい、どうやらそこの奥さんらしき人が放火しようとしてたんです家を、はい、つまり焼身自殺を図ったんですよ、うん、でそれを彼はとっさに泥棒どころじゃなくて止めたんです、はい、そしたらなぜか警察がすぐにやってきて捕まってしまったっていう、はい、そういうのが最初にあるんですけど、そうですね、はい、でそれはなぜなんだっていうことが、うん、で奥さんはその後どうしてるんだ、うん、家の人はどうしてるんだっていうことをやっぱり知りたくて、うん、はい、まあ彼はそこを捜査する、自分で捜査するっていうところが、うん、まあこのそうするとまたいろんなことが明るみに出てくるんですよね、うんうんうん、まあ、これも一つの面白さだと思ってるんですが、はいはい、これがあれですね、ハードボイルドにしてハートウォーミングな物語と横山秀夫さんがおっしゃってるそうですね、はい、そうですね、はい、で犯罪者でありながらどこかやっぱりハートフルなところがある、うん、山崎正義さんのこの私見た時にキャスティングも絶妙なキャスティングだなと思わされました。主演の山崎正義さんがやはりもともとミュージシャンとして有名でありながら、うん、この主演を演じられて、うん、そこの周りを固める役者さんがものすごい、うん、絶妙であり豪華なキャスティングですよね、うん、そうですね、はい、まあ、これがまあ、さっきの警察官は、はい、刑事は竹原ピストルさんがやり、はい、竹原ピストルさん、うん、なぜここに置いたんですか。ね、うん、ピストルさんってね、はい、映画いろいろ出てんですよ。まあ2本ぐらい主演映画があって、はい、ダウンタウンの松本さんの映画に出ていらっしゃいました。そうですか、うん、はい、1本はね西川美和監督の、はい、映画で、はい、もう一本は熊切和義監督っていう、はい、函館、まあ、はい、北海道の函館を舞台にした、は
映画なんですね、うん、で怪談師女系って映画なんです、はい、怪談師女系っていう映画で、ね、はい、その作品の、一本何本かのこう連作、オムニバスみたいなタイプの映画なんですけど、はい、そのうちの一本の主演を竹原さんがやってまして、はい、で、まあ、その山崎まさよしさんとは同じ事務所に所属してるんですけど、これ偶然なんですけども、で、まあ、そういうことで、はい、2人仲良しなんです。あ、で、そうなんですね。で、竹原さんは実は山崎さんに、はい、僕ちょっと映画の依頼があるんだけど、うんうん、やっていいでしょうか僕でって言うから、はい、そんなんやれよって言ったらしいんですよ、というようなことがあって、それで決まったんです、うん、一緒にやろうぜっていう、素敵ですね、そういうことがあったっていうのは映画の中でもね、友人役ですもんね。そうなんですね。とても大切な役を務められていて、はい、ただすごい怖いですよね、竹原ピストルさんの警察官。まあそうですね、普段がだから、はい、その用意スタートかける までは非常にどっちかというと山ちゃんの方が年も上だし、はい、うん、おいピストルって呼び捨てしてるわけですよね、で向こうは山さんって言ってるわけですよ、はい、そういう関係が用意スタートかかった途端に、はい、おいシューっていうこうね、シューイチっていう名前なんで、はいはい、山ちゃんの役はね、おいシューっつってこう、お前誰のおかげでお前助かったと思ってんだみたいなことをこう言い出して、はい、まあ、ちょっとこう胸ぐらをつかむみたいなね、まあ、設定になっていくんで、なかなかちょっとドキドキハラハラするかもしれない。怖かったですよ、本当に。どっちが悪い人なんだろうみたいなところも、ね、はい、ありました。そこがまたいいキャスティングだなと思わされるというか、うん、はいはい、でね、恋人役の小野真知子さん、お芝居がやっぱり地に足のついたお芝居をされるから、うん、この役に本当にぴったりで、待ち続ける彼女といった設定だったんですが、 そこもなんとなく醸し出される不幸感、笑っててすごい楽しそうな笑顔とか素敵じゃないですか、うん、そこでもやはりどこか漂ってくる香りみたいなものがあって、素晴らしい女優さんですよね。そして滝藤健一さん、私すごい、この映画を見た時にちょっと話ずれるんですが、この映画結構癖で、役者として見る時とご紹介する目で見る時とあるんですね、うんうん、でこうやって見てた時には滝藤健一さんと山崎正義さんが初めて顔を合わせるシーンで、うんうんうん、滝藤さんがご家族のお話をされてるんですね、うんうん、あ、この映画難しいなって思ったんですよ。ちょっと、うんうん、これは難しいんじゃないかって思ったんですね、はい、そうですか、はい、でもこのその篠原監督の優しさというかが伝わってくるなと思ったのが、割と重要なシーンに関してちゃんと答えを出してくださってますし、分かりづらい点とかは2度映ったりするんですよ、映画の中で。そこで何度も見たい方絶対いらっしゃると思うんです。分からないかもしれないなって思う点はいくつかあるんですが、でも2度見る3度見ると全部答えがちゃんと分かりやすくつながっているっていうところが、うんうんうん、この滝藤健一さんのところで本当に思いましたね。ああ、そうですね、はい、まああんまりこうねネタバレっていうふうに言われちゃうんで、なかなかこう言えないところもあるんですけども、そうなんですよ、はい、滝藤さんのこう部分の芝居と、はい、こう北村くんの部分の芝居が、はいはい、うん、これ実はこう言えない2つなんですけど、そうですね、ここの部分がこう、はい、いかに交錯していくかっていうか、うん、そこが影踏みっていう一つのこうタイトルからも想像されるこう影を踏むっていうかね、はいはい、人の影を踏むわけですよ、はい、まあ、みたいなことにちょっと関わってる話かなと思ってるんですよね。そうですね、もうすごい重要なし、私の中ではそこのもうシーンはすごい重要なシーンですし、うん、あと私の好きなシーンはこの北村匠海さんとの着ている衣装ですかね、はい、の結構この衣装が、あるシーンですごい重要だなと思うシーンがあって、ちょっと人をかばうような映像が映った時にあれって、あ、今私重要なことちょっと漏らしちゃったかもしれない。ちょっと、あるシーンで、うん、その姿勢であったり衣装の見え方で、うん、あ、これってでも
違うんじゃないかなって思うシーンがあるので。違う、はい、違うんじゃないかってどういうことですか、うん、違うんじゃないかなって思うのはですね、あるシーンにおいて本当にこう山崎まさよしさんがこういろいろ事件について考えていくじゃないですか、その上で彼が認識していることとひょっとして違うんじゃないかなって思うようなところが描かれているんですね、うんうん、でそこで多分、うん、いろんなところに目が行く映像だと思うんですよ、はい、なんですがこの北村匠海さんの衣装にちょっと注目してもらうと、私の中ではちょっとそうですかあれっていう答えがあります。はいはい、まあ、彼はねある服装をずっと一貫してきてるというか、はい、同じ服じゃないんですけどね、うん、そうですね、そうなんですよ。それは一つの投資で見ていくと、うん、なんだろうな、なんか意味があるのかなって思うような、うん、ものかもしれませんけどね。そうですね、まあ、これもまたあんまり深掘りしてしまうとすごい見た方も見てない方もあっってなっちゃうので、うん、まあ、簡単に言うとアロハシャツ着てるんですよね。そうですね。でもアロハシャツだけじゃ 何言ってるか分かんないから、まあ言っちゃったんですけど、うん、そうですね、アロハシャツの、うん、ことですね、さて次はこの馬淵刑事も、うん、鶴見慎吾さんが演じられて、馬淵刑事もすごくいい役ですよね。さっき竹原ピストルさんが、うん、まあ、刑事をやっていて、うん、それはまあ、幼い頃からずっとこう友達だった、はい、山崎さんと友達だったね、周一と、はい、でそれで今は彼を泥棒してる彼をずっと狙ってるのは、うん、竹原さんの方なんですけど、はいはい、まあ、鶴見慎吾さんがやっている刑事はそのまあ当時彼が、うん、まあ当時っていうか昔にこう犯罪をこう始めた頃、はい、にからもずっとよく知っているというか、はい、まあ上司ですね、簡単に言うと、うんうん、竹原ピストルさんの上司ではあるが、はい、まあ、その山崎さんがやっている周一という役に対しては、うん、その友達という形ではなくてもうちょっとこう大きな立場から、はい、その事件について見ているという立場で、はい、まあ、なかなかその人情に熱いところもあるっていうふうな、はい、まあ、ことも、ね、描かれているところだと思います。そうなんですよ、すごくいい役だなと思いました。そして、大竹しのぶさんもご出演されていて、うん、はい、びっくりしました。そうですね、大竹さんは設定上は、うん、山崎くんの若い頃に、はい、の設定で出てくるんですけど、うん、お母さんなんですよね、はい、だから山崎くん本人とはこう接点はまあないんだけど、そうですね、はい、一応息子っていう設定なんですね、うん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 、すごくやっぱり豪華な面々といいますか、うん、映像に出てくるとやっぱりその人、その大竹しのぶさんがというよりも役の中 そのお母さんが、うん、あ、やっぱり素晴らしいなっていうのはすごい感じますね、うん、ぜひ皆様そのキャスティングに関しても注意して見ていただければと思います、はい、何かこのキャスティングに関しては監督のこだわりというのは、そうですね、うん、これ結構ですね、まあ、僕もプロデューサーもみんな、はい、このそれぞれの役が誰になっていくんだろうかっていうのを十分考えた上で、はい、まあ、それぞれの方にオファーしているんですよ、はい、まあ、まあそれはまあ、例えば小野さんは、うん、まあ、山崎くんのファンだった、はい、まあ、ファンだったっていうのもあるんですが、はい、受けてくれたのはね、小野さんはでも僕とは、はい、その前にターミナルという映画だったり、うんうんうん、小川のほとりという映画だったりで、はい、ちょっと一緒には仕事をしてるので、うん、まあ、そういったことで、まあ、篠原っていう監督がどういう感じで撮るのかはなんか分かってるはずなんです、はいはい、その上でこの仕事を受けてくれたっていうのは、はい、あると思うんですね、はい、で北村くんは僕はこの役は彼がいいんじゃないかと思って依頼したんですよ。はい、はい、で竹原さんもやっぱりこういうこわもての人がいるといいなっていう、うん、で滝藤さんも、はい、まあ、ある種こうああこれはそうだよなっていうふうに多分納得できる役だと思うんですね、はい、でさっき放火の女性の話しましたけど、うん、はいはい、その奥さんが中村優里さんがやってて、はい、まあ、この人はこの人すごいこう綺麗な方でね、うん、本当に綺麗でした、ちょっと謎めいてる女性なんですけども、うんうん、まあ、中村さんが非常に良かったなと思いますし、はい、
あの鶴見さんは、うん、月とキャベツという23年前の映画で、はいはい、まあ、山崎まさよし君の役のミュージシャンの友達なんですね、うん、カメラマン役で出て、フォトグラファーのカメラマン役で出てて、はい、まあ、そういった意味で言うと、うん、その時もこう彼をミュージシャンを見守る役だったの、写真を撮ったりしてね、はい、うんうんうん、今回は刑事として彼を、泥棒の彼を見守っているっていう男の役なんで、ちょっとまあ、ね、ポジショニングは似てるんですよ、うん、はい、そういうことで今回はあえてこれは鶴見慎吾だろうっていうふうに僕らは思ったわけですね、はい、あとは中尾明義くんとか、はい、下條亜斗さんとか、はい、まあ、それなりにね、いろんな関係の中で、うん、この2人はキャスティングしてますし、あと根岸俊恵さんとかも出てます、はい、はい、あとは田中洋次ですね、はい、まあ、僕の月とキャベツの時の、うん、まあ、花火役っていうのは山崎くんで、うんうんうん、火花って女の子、はい、真田真澄さんという方が出てて、はい、でバンドマンとして田中洋次さんがベーシストで出てるんですよ、うん、はい、で実は田中洋次さんと真田真澄さんも今回、はい、まあ、出てほしいなと思って、うんうん、まあ、ちょっと闇金関係だとか、うんうん、あるいは佐野さんは本当にワンシーンちょろっとね、うん、ああなるほどって役で出てるんですけども、はい、まあ、これもちょっと楽しめるとこじゃないかなと思います。本当ですね、なかなか月とキャベツレンタルできないのご存知ですか？本当ですか？そうなんですよ。なんでですか？私今回ぜひ見たいと思って探してるんですけど、なかなかできないんですよ。あ、そうですか。貸し出し中で。あ、そうですか、はい、じゃあ今影踏み人気が出てるから、はい、まあ、それでもう一回見ようと、また初めて見ようという人もね、そういう方がいるのかもしれない、多いんだと思います、はい、DVD レンタルじゃなくても出てますんでそうですねそうですね、ぜひ購入して見たいと思います、まあ、もしあれでしたらね、はいはいはい、ではですね、今日はキャスティングについてたくさん教えていただきました、皆さん、影踏みぜひお近くの映画館、沖縄ですと、サザンプレックス、そして南の島パニパニシネマにて公開をしております。これからまだまだ増える可能性もありますので、ぜひですねサイトなどでチェックをしてみてくださいね。では篠原監督、はい、本日もありがとうございました。また映画の話をしましょうね。おねゆるでした。